サンピエールイコールデイコールゼショブローニュは、フランス、ヌーベルイコールアキテーヌ地域圏、ドゥーセーブル圏のコミューン。サンピエールイコールデイコールゼショブローニュは、メーヌイコールエイコールロワール圏との境に沿っている。コミューンは、モレブリエから 2km、ショレから 15km、ブレジュイールから 30km 離れている。コミューンは、ドゥーセーブル圏内では、完全に、 モレオンに周りを囲まれているが、それ、モレブリエ、イゼルネとの境界線にも接している。コミューンは二つの教区の合併で生まれた。アンジューに属するサンティレールでゼショブローニュ、そしてアンジューとポワトゥの間に広がる辺境コミューンの一部であったサンピエールでゼショブローニュである。中世、二つの村は、モージュ地方の一部だった。アンシャンレジームの体制下では、二つの村は、 アンジェのセネシャル管区に属していた。1785年時点で、二つの村の面積は8000ヘクタール、人口は4000人近くあった。二つの村は、1823年7月の王令によって合併し、コミューンとなった。新しいコミューン全体が、同時に隣接するドゥーセーブル県に移った。1862年、コミューンの一部が分割され、新たに、 ルブランドというコミューンが誕生した。参照元、1962年から1999年までは、複数コミューンに、住所登録をするものの重複分を除いたものそれ以降は、当該コミューンの人口統計によるもの1999年まで、イヘス、カジニー、2004年以降は NSEE。ありがとうございます。